大政翼賛会は1940年10月12日から1945年6月13日まで存在した日本の政治結社、くじ結社として扱われる。大政は天下国家の政治、天皇のなさる政治という意味の微笑、翼賛は力を添えて助けること。大政翼賛会の発足大政翼賛会のポスター、1940年。いとは、 紀元2600年記念行事のこと、この絵踏み丸を中心として、国家体制の刷新を求める革新派を総結集させて、新党を結成する構想は、比較的早い段階から検討されていた。1938年の国家総動員法が、衆議院内の規制政党の反対で、廃案寸前に追い込まれた際には、有馬より安。 大谷孫優らがこの絵を投資とした新党を設立して解散総選挙を実施することを検討したものの第二本帝国憲法下の戦前期日本の政治においてに大ブロック性を構成しこの絵新党二党を切り崩されることを恐れた立憲政友会立憲民政党が一転して同法に賛成して法案が成立したために新党の必要性が希薄になったことにより一旦、 この計画は白紙に戻ることになった。1939年1月5日、第1次、この絵内閣総辞職によるこの絵の首相辞任後、同年9月1日に、ナチスドイツのポーランド侵攻により、ヨーロッパで第二次世界大戦が勃発し、国際情勢の緊迫化に伴って、日本も強力な指導体制を形成する必要があるとする。 新体制運動が盛り上がり、その名手として名門の出であり、人気も名声も高いこの絵に対する期待の声が高まった。恩恵な多党性を構成し、社会大衆党を中心とした、規制政党側でもこの絵に対抗するよりも、自ら新体制に率先して参加することで有利な立場を占めるべきだという意見が高まった。民政党総裁、町田忠春と、 声優改正党派の鳩山一郎が、密かに協議して両党が合同する、反小野絵新党構想を画策したものの、民政党では、永井純太郎が、回答論を唱え、声優改正党派の総裁、久原久之助も、新英米派の与内三政正を主犯とし、新体制運動に、消極的な米内内閣の当閣に参加して、小野絵の首相再当番を抗言したために、 合同構想は失敗に終わり、民政党、声優改良派ともに一気に回答へと向かうことになった。右翼政党の東方会も回答し、思想団体、ブリ東社となった。この絵も、与内内閣総辞職後の第二次、この絵内閣成立後に、この期待に応えるべく、新体制の担い手となる、一国一党組織の構想に着手する。なお、その際、 この絵のブレーンであった、後藤隆之介が主催し、この絵も参加していた、政策研究団体、昭和研究会が、東亜共同体論や、新体制運動促進などを提唱していた。昭和研究会の思想は、しかしながら、翌3解説率準備過程において、浸透することはなく、実質を伴わない骨組みのみが採用された。内閣総理大臣が総裁に就任した。 中央本部事務局のもとに、下部組織として、道府県支部、大都市支部、市区町村支部、町内会、部落会などが設置された。本部は接収した東京会館に設置された。1940年、結社を禁止されていた、勤労国民党や立憲要請会などを除く、保守政党から非合法の日本共産党を除く、無産政党まで全ての政党が、自発的に解散し、 大政翼参会に合流した。昭和研究会も大政翼参会に発展的に解消するという名目によって1940年11月19日に解散した。1941年10月18日には第3次、この絵内閣総辞職によるこの絵の首相辞任後、当条内閣が成立した。もっとも議員内の会派は旧来のまま存続し、 また体制翼賛会自体は、くじ結社であるため政治活動は行えず、関連団体である翼賛議員同盟などが政治活動を行った。これは、バスに乗り遅れるなや、勝馬に乗り遅れるなという言い回しで知られ、解散した各政党や内務省なども体制翼賛会内における主導権を握るため協力的な姿勢を取ったものの、団体内は一枚岩ではなく、 一国一党論者の目指したものとは大きく異なっていた。大政翼産の歌発表の式典。1940年12月16日このように大政翼産会を中心に太平洋戦争下での軍部の方針を追認し、支える体制を翼産体制という。真珠湾攻撃による日米海戦から約5ヶ月を経た1942年4月30日に、 実施された第21回衆議院議員総選挙では、翌3政治体制協議会が結成され、466名の候補者を推薦し、全議席の81.8%にあたる381名が当選した。選挙資金は陸軍の機密費から支出されており、陸軍の機密費で当選した議員は林軍大議士と呼ばれた。1942年5月26日には、 参加組織である日本文学報告会が結成。同年6月23日には大日本産業報告会、農業報告連盟、商業報告会、日本海運報告団、大日本婦人会、大日本青少年団の6団体を参加に統合した。同年12月23日には大日本言論報告会が結成された。また、高和総本部も設置され、 アジア主義団体の統制も行った。その後、1944年7月22日に、東条内閣が解散。小磯内閣成立後、日本軍の敗北が目前と迫った、戦争末期の1945年3月30日に、組織の一部が、翌3政治会を開組した大日本政治会と統合され、同年4月7日に、小磯内閣が解散。 鈴木勘太郎内閣成立、本土決戦に備えた国民義勇隊の結成により、同年6月13日に大政翼賛会は解散となった。しかしこれは政府首脳と軍部による強引な統廃合であったため、これに反発した翼賛政治会の一部が五国同士会などを結成した。軍部と結んだ大日本政治会に対抗するなど混乱をきたし、 収集がつかないまま日本政府はポツダム宣言を受諾し終戦を迎えることとなった。戦後の日本国憲法制定後は結社の自由が保障されたために体制翼3会のような組織は存在し得なくなったものの当時翼3体制下で結成された隣組やその後継である町内会は依然として残り立法府として帝国議会の役割を引き継いだ国会などにおいては 野党などが与党の連立政権を揶揄する言葉として使用することが時折り見受けられる。大政翼賛会幹部。右から事務総長、有馬頼康、安、中央協力会議議長、末次信政、常任総務、橋本金五郎。1940年、一国一党の強力な 政治体制を目指すという主張は、日独遺三国同盟を締結した、数軸国であったアドルフ・ヒトラー率いるナチスドイツの国家社会主義ドイツ労働者等、ベニートム・ソリーニ率いるイタリア王国のファシスト等、さらに日本の影響下にあった愛深格ラフギ率いる満州国の満州国共和会を理想の形態と考える勢力からしばしば語られたものの、これに対しては、 関連右翼からの大日本帝国憲法は天皇申請を胸とするものであって首相を指導者とした一国一党組織は国体に反する体制翼三会は幕府を復活させ天皇をないがしろにするものであるとする幕政論批判が存在した。そもそも九次結社自体が日本独自の概念だったのである。この対立は設立過程では十分に解消されず、 第二次、このえ内閣下の1940年10月12日に、挙行された大政翼散会の発会式当日になっても、政治組織であれば当然あるべき考慮、宣言の類がまとまらない事態となった。首相であり大政翼散会総裁のこの絵文丸は、大政翼散会の考慮は、大政翼散、振動実践という語に尽きる。これ以外には、実は、 公領も宣言も不要と申すべきであり、国民は誰も日夜それぞれの場において、方向の誠を致たすのみであるとその場を乗り切った。ただ革新派の失望は深く、後藤隆之介は、もうこれで、体制翼三回はダメだと思った。成立と同時に支持が生まれてきたのと同じだと思ったと、解雇し、中野聖号は肩をすぼめて、頭を垂れ、がっかりした様子だったという。さらに、 翌三会への補助金交付を契機として、体制翌三会意見論が収まらず、議論が続いた。1941年1月に開かれた第76回帝国議会、及び2月6日の貴族院予算総会において、この絵が、現状の体制翌三会に、憲法上の問題があることを事実上認めた。続いて、もともと、惑星論批判を踏まえていた、内務大臣。 平沼木一郎も治安警察法上の政治結社ではなく、くじ結社であり、政治結社の体制翼3回は衛生組合のもときものと答弁した。この認定を契機として政治活動が禁じられ、衆院唯一の会派、衆議院クラブは解散、所属衆院議員全員が無所属となる異常事態となった。同年4月1日、革新派の反対を抑えて、 翌三回の改革案が提示され、直後に国民組織、政治団体化を目指していた、この絵側近の有馬より安事務総長、後藤隆之介組織局長らが辞任、翌1942年5月15日、閣議で大政翌3回改装、決定、6月には岸田国尾文化部長らが去った。第一次改装後、新設された副総裁に、 国務大臣の柳川平介、組織局長には内務省出身の狭間茂が就任し、1942年6月9日に副総裁安藤喜三郎が国務大臣として入閣し、次第にその性格は内務省の官僚や警察官僚に牛耳られて政府の施策に側面から協力していく、補完的、行政組織的なものに変質していった。 そして総裁を首相が、道府県支部長を道府県知事がそれぞれ兼任することとなった。政治結社として複数政党制を構成し、ナチスによる一致党独裁性とはやや異なる様相を示したものの、総裁による衆議党裁に重きを置くなど、手法はナチス的だった。有馬より安。 1940年10月12日から1941年3月27日。石渡宗太郎。1941年3月29日から1941年10月22日。横山女性。1941年10月28日から1942年6月15日。 後藤文夫、1942年6月15日から1943年6月2日。丸山鶴吉、1943年6月2日から1944年2月25日。後藤文夫、1944年2月25日から1944年3月18日。小畑忠義。 1944年3月18日から1944年7月22日。安藤教志郎。1944年7月22日から1945年6月13日。ありがとうございます。